グリピカン酸は人では GPC3 遺伝子にコードされるタンパク質である。GPC3 遺伝子は X 染色体に位置し、最も一般的なアイソフォームは580、アミノ酸からなり約70桁である。アイソフォーム1、アイソフォーム3、アイソフォーム4と呼ばれる3つの選択的スプライシングアイソフォームが検出されている。GPC3 遺伝子は 約70桁の線具体コアタンパク質を高度し、風林による切断によって、約40桁の N 末端サブユニットと、約30桁の C 末端サブユニットが作り出される。哺乳類では6種類のグリピカンが同定されている。グリピカンは、細胞表面のヘパラン硫酸プロテオグリカンで、膜に結合した、タンパク質コアに多数のヘパラン硫酸差が、結合している。 グリピカンなどのグリップスと呼ばれるプロテオグリカンファミリーのメンバーは GPI アンカーを介して細胞膜へ固定されたコアタンパク質を含んでいる。こうしたタンパク質は細胞分裂の制御や成長調節に関与している可能性がある。GPC さんは WNT とフリズルドの双方と結合し下流のシグナル伝達を開始する複合体を形成する。 WNT は GPC3 のイドアニエスと GLCNS6S を含むヘッパラン流細構造を認識し GLCNS6S3S への酸応を流酸化によって結合は大きく強化される GPC3 のコアタンパク質は WNT の教授用体として機能している可能性がある GPC3 の N 末端領域のシステインリッチドメインには WNT3A と相互作用する素水的な溝が同定されている。HN3 ナノボディを用いて GPC3 の WNT 結合ドメインをブロックすることで WNT による活性化を阻害することができる。GPC3 遺伝子の血質変異はシンプソン・ゴラビ・ベーメル症候群と関係している。グリピカン3に対する免疫染色は 抗変期もの肝細胞癌と異形成との間別に有用である。抗グリッピ肝酸抗体によって肝細胞癌は染色されるが異形成や肝抗変は染色されない。YP7 マウスモノクローナル抗体を用いることで GPC3 のタンパク質発現は肝細胞癌で見られるものの正常な肝臓や単肝細胞癌では見られないことが検出される。 YP7 のヒト化抗体が作成されており、ヒップ7という名称が付けられている。GPC3 は、悪性黒色種、卵巣明細胞癌、卵黄脳種、神経銘細胞種、肝芽種、腎芽種や他の腫瘍でもより低いレベルで発現している。しかし、肝細胞癌以外の腫瘍において、GPC3 の診断ツールとしての重要性は明らかではない。GPC3 は、 肝臓癌の治療標的として有望である。GPC3 や YP7 など、いくつかの高 GPC3 抗体治療薬が開発されている。NIH の国立癌研究所のミッチェルホの研究室は、ハイブリッドオーマ技術を利用し、GPC の C 末端領域を認識する YP7 や、他のマウスモノクローナル抗体を管理した。これらの抗体は臨床応用のために、 人化が行われている。また、保の研究室は、ファージディスプレイ技術を用いて、GPC3 の N 末端領域を標的にした、一単一ドメイン抗体、HN3 や、GPC3 のヘパラン硫酸部分を標的にした、人モノクローナル抗体 HS20 を同定している。HN3 と HS20 はどちらも、肝臓眼細胞の WNT シグナリングを阻害する。 HN3 をベースにした、免疫毒素、HIP7 をベースにした、抗体薬物複合体、YP7 と GC33 に由来する二重特異性 T 細胞、誘導抗体が、肝臓癌の治療へ向けて開発が行われている。GC33、HIP7、HN3 をベースにした、キメラ抗原受容体 T 細胞療法も、肝臓癌の治療へ向けて様々な開発段階にある。 一種移植、または同所性移植された肝臓腫瘍を持つマウスにおいて、カート細胞は GPC 陽性癌細胞を消失させた。この作用はおそらくパーフォリンとグランザイムを介したアポトーシスの誘導、または WNT シグナルの経過によって行われていると考えられる。ありがとうございます。